ドーベルマンレイラとドーベルさよこです。今回は福島県猪苗代にあるボタニカルショップ&ファーマーズカフェカーガさんの紹介です。入り口からすでにおしゃれなのですが、店内に入るとこちらご覧ください。さまざまな植物たちが置かれており、一面の緑、これは最高の癒しになっています。店内の至る所にあるテーブルと椅子、このすべてでお店で頼んだメニューの飲食が可能となっております。ここまで載せる必要はないのかもしれないのですが、このトイレがとても綺麗だったのでお見せしたいと思います。こちらドーン、とてもおしゃれなんですよ。で、こちらの男女共用のトイレも同じく、こちら広いしデザインもおしゃれだし、とてもいいと思いました。ちなみにお犬様 OK なのはこのテラスのみです。そして私このお店何度も来ているのですが、全然知らなかったというか気づかなかったのですが、ここ隠れ家のようになっている読書スペース、これ絶対子ども楽しいですよね。ちょっとね、私のことを認知してくれなかったようで、ちょっと電気つかなかったのですが、電気もちゃんとついて明るくなりますのでご安心ください。そして中2階へ進むことができるのですが、ここもまたおしゃれスペースとなっております。こちらのテーブルでも飲食可能となっておりますので、店内を上から見下ろしながら自分の時間を楽しめる場所となっております。お店を正面にして右側の方に温室もあります。
カーガさんは今お流行りの多肉植物を多く取り扱っているように感じます。皆様気になっていたと思われますカフェメニューなのですが、フード、デザート、ドリンク、たくさんの品揃えがあります。で、こちらの券売機で購入してお犬様と一緒の場合はこちらの外のテラス席でいただくことができます。ようやくレイラさんも登場してきましたね。で、こちらのボタンを預かりまして、セルフに一応なっているのでベルが鳴ったら取りに行くような形になっています。レイラレイラちゃん、座ってよ。いい子ちゃんで待っていてくれるレイラにもおやつをあげます。福島には結構ドーベルマンがいるのですが、あまり外で遊ばれたりはしないのかも分かりませんが、レイラさん今日もいろんな人から声かけていただきました。どうもありがとうございます。今回頼んだランチがこちら、生姜焼きサラダ丼とグリルチキンカレーセット。食用花で彩られて見た目も綺麗、美味しくいただきました。今まで見ていただいていた映像が5月のもの、今現在見ていただいている映像が6月のものとなっています。イベントがたくさんあり、月によって店内の雰囲気も変わり、毎回楽しませてもらえるカーガさん、愛犬と一緒にぜひ行ってみてはいかがでしょうか。